第1回部屋決めダイヤモンド争奪戦わースタートーもう僕はもうさっき言ったとこしか掘れねえんだよ。行くよ、こっち。あ、いいねこれ。でもね、これ足りないからもう一回別のとこ行きたいけどないよな。まあところどころにするか。もうあと11個しかないんだよね。うん、ところどころでいいかも。うん、いいよね。ちょっとじゃあ、あ、床どうしようか。またこの畳。ああ、そっか。畳がないんだっけ。床上はさ、ちょっとさ、これ和でさ、上用にしない。あ、いいね。うん、ちょっと変えるというか。用だと何があるかな。用だとでも普通のなんか木、ダークオークの木とかでもいいかもしれない。なんか大正時代のなんかっぽい。うんうんうん。気がする。俺一人で今農作業してるわ。農作業やめなさい。いやだってあのさ、村の畑がさ放置されてたからさ、回収して種植えてたよ。それはいいでしょ。それ終わったら村の畑すぐ帰すぐね。村の畑、そういえば、うん、あれだよね、俺たち3人のイラスト描いてもらったんだよね。うん、すごい ね、 ね、あれ嬉しかったね。ねえ、この今多分バンって出てると思う、画面に。マジでバンって出てる。勝手に使用許可得たんですか。まあ絶対だ、絶対だから、絶対だから大丈夫大丈夫大丈夫。いきなりダイダラさんがシュンってなっちゃった。もう、あ、使っちゃダメなんだ。もうここカットかなと思って。トライアグルさん、心詰めて狭いわと思って。いや落ち込んだった今。いや喜んでると思うよ、作った方もね、書いた方も。あ、おっとっとっと、いいんじゃない、つつのこさん、これほら。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。ねえ、もういいじゃん。いや、なんか一人だけすげえ牢屋みたいな。そう、よくない。やばっ、屋根もう狭くしちゃう。もう低い低くね、低いの、もうこんな感じ。いいじゃん。うわあ、いいいいいいね、これカビ生えそう。うん、住んだらクモの巣あるよ、クモの巣。あ、いいね、クモの巣ちょっと貼って、この隅っこかな、隅っこ任して。うん、このここの四隅にさ、四隅というかこの辺。そうそうそう。あ、いいや、いい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 ね。でこれを実況忘れて普通に建築しまう。これが毎回楽しいよ。これが建築楽しいね。楽しい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 。何それ。開示開示開示。楽しい楽しい。これ壊して石にして水入れればトイレっぽくなるかな。あ、もう水の中に入ってる。あ、これでいいじゃん。ああ落ちたら出られないよ。バイバイ。これ誰が住むんでしょうね、この列は。ここに住むのは誰かな。絶対これ負けたくねえな。何の子だ。何の子。今回でもな、体育と剣だから。あ、でもそっか、でもダメだ、ダイダラさん進捗に差があるもん。そういえばな、俺強いわ。なんかちょっとあれだね、もっと公平なやつの方がいいのかな。あー、確かにね。あ、僕進捗ゼロだよ多分。もうだったらじゃあ全員で、うん、ダイヤモンドチャレンジしようぜ。あ、そう、あ、それいい。ダイヤモンド見つけた順番にいいね。いや、それが部屋決まるみたいな。5分内で何個、うん、まあ鉄とかにもポイントつけてやるのは。だからダイヤだと長いから。それみんなめっちゃ有利じゃないの。僕探索の。まあじゃあいいよ、ダイヤモンドでいいよ。え、どんなダイヤでよ、どんな方法でもいいの。いい、ね、ブランチマイニングでもいいんだよね。ブラマイでいいと思うけど。あ、オーケーオーケーオーケー。じゃあそうしましょうか。だから2階が広いんだっけ。2階と1階はいい。これ1階が和風で、2階は洋風な感じで、洋風の部屋で1人これ了解了解。でも1階に関しては結構荷物とか多分置かれるかなと思うから。うん、そうだね。自分のあまりスペースは少ないけど、こっちはもう完全にもう自分のもの感じにできる。ものしか入れなくていいっていう。そうだから最高のスペースやな。2階の方がいい。1位2階、1位2階、2位が1階のもので、3位がこれよ。ビリがもうゴミ部屋。やべえ、負けたくねえ。
お、ダイヤモンドのつらし使っちゃおうかな。ダメだよダメだよ、みんな。つるはしないよ。作るのよ。私もないわよ。作るんだよ。何あるのが当たり前だと思わないでよ。作るのよ。今作ってたよ、僕たちも。ないから。俺も作る。ねえ。何笑ってごまかしてんだよなんであるのが当たり前だと思ってんのよ勝手によ。おかしいでしょ、何その考え。危ない危ないね。俺、友情に亀裂生むよ、その考え。もう俺たちが作ったやつ全部持っていってたんか、今まで。木ないよね、でも。松明とかも持ちましたっつってのこさん。持ってない、何も。ねえ、ねえ。作って。準備するんだよ。作って、作って。準備するんだよ、今のうちに。作って。今の時間で。オッケー、回る？まだ回る。何分にするんですか？ 10 分？ 15 分？まあ、見つけるまで、まあ、10分あったら見つかるっしょ。頑張って。本当？運が良ければ。なんか探索マイティング場までからスタートじゃないの？いやもうこっからよ。こっからよ。そう。もちろん当たり前でしょそれは。こっからよ。当たり前でしょ。それずるいじゃんもう。いやいやいや。場所知ってるじゃん。それみんな、いやいや僕行ってないから洞窟。俺は知ってるけど。うん、マイティング場からスタートじゃないの？それはむしろ土の子さんだって前回めっちゃ洞窟行ったでしょ。僕行ってないからね。行っとくけど、うん。トライアングルさんが一番不利だと思う。うん、どこ行ったかわかんない。辻岡さん、俺についてきたらいいよ。俺は置いていくけど。ほんと？第1回部屋決めダイヤモンド争奪戦わースタートー。もう僕はもうさっき行ったとこしか掘れねえんだよ。行くよ、こっち。はい。俺も走っていこうっと。これマジであれだな、負けたくない。あんなとこで過ごしたくねえよ、俺は。絶対ダイヤモンド絶対あり、いろいろいじられるじゃん、あんなとこ。ねえ、ほんとね。あそこはやだぞ。もう僕は2階で最高の部屋を作るんだ。どこだ、俺どこまで行ってばいいんだ。 11？ 俺もう行ったよ、俺は。早いな。俺もう掘り出したよ、10まで来たから。僕も来た。嘘、ほら早いじゃん、みんな。僕だけ迷ってんじゃん、またついてこなかった俺に。うん、ちょっと見失っちゃった。結構ここはもうこっから運だな。運ゲだね、ここ。もうみんな来たんだったら。レッドストーンの周りにダイヤっていつもあるイメージあるよ、うん、俺は。宝石の近くに結構ダイヤはある。うわー、壊れた、びっくりした。やってくれ、やってくれ。うおー、ワンマしかないじゃん、周り。最悪ビリじゃなきゃいい。いや、まあそれはマジでそう。1回も2回、まあまあ、いや1回はありなんだよ、本当に。やばいな、なんかスロークさんが、あったーとか言ってなんか言いそうな気がするんだよな。いや、そうだね、俺もね、そんな気がするんだよ。スロークさん、運いいからさ、結構あったとか言って言いそうなんだよな。どうだろうね。ここは頼む頼む。いや、みんなもう何もしゃべ、もう見つけるな、しゃべるな。やめて、スロークさん、スロークさん、うろいさぁ。はぁ、あ、これだ。なんで急に。あった、見つけた。くっそ、まじか。嘘でしょ、見つけちゃった。まさかの、やべぇ、お子さんだと。やった僕一番上。あー、やった頑張って。やべぇ、嘘でしょ、マジで。ほんとやったやばいやばいやばいやだやだやだ。もう絶対僕そこなんだろうなと思ったのに。やばいよこれ。頑張れ二人とも。うわ、勝者の余裕ね。頼む頼む頼む、なんでもトラグルさん見つけないでくれ。頼む、見つけてくれ。水色のもの出てきてくれよ。お願いだ。やだ、本当にやだ。いや、土の子さんが勝ったから余計やだ。ちょっと待って。やだやだお願いやばい、さっきよりもなんか負けたくない感が、なんかすごい。俺も負けたくない感めっちゃあるよ今。父の子さんにバカにされたくない感がすごいのかわかんないけど。ちょっとないですねこれ。ダイヤ消失バグか。バグだわこれ。うん、ノーゲームにしない？ね、ノーゲームにしようか。おかしいでしょそれ。やっぱりちょっと戦いにしようか。見つかんねえからさやっぱ。見つかる見つかる、見つかったよ。
2つっていうのか、うん、実は持ってきたんじゃない持ってきたんじゃない入れて持ってきたらだってダイヤモンドとか出ないでしょ。いや何これ、うん、なんでこんな出ないの。あ、壊れた、やばいよ、俺全く出ない、壊れたから、作業台作って、大丈夫、あるある決まる。え、マジか、そこまで用意してるのか。用意してるよ。金じゃないんだよ、これも金だよ、今見かけたの。やった、あったぞー、イエーイ、絶対嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘待って、俺がさ、ここで見つけたら引き分けってことにないわ。囚人さん、終わった。囚人さん。いや待って、みんな考えて。6個も見つけた。先に見つけてきた。僕6個もあるよ。6個、うん、君何個だ。俺5個。うん。土の子さんは？僕3個。もうでも見つけたのはね、先だもんね。ね、土の子さん。いや、こう。でも数にしない。いや、おかしいでしょ。うわー、マジかー。あらるね、土の子さんね。残念だったね、ダイダルさん。洞窟にもなかったわ、ダイヤモンド。終わり。イエーイ。最悪なんだがー。じゃあ、家戻ろっかのね、土の子さん。あ、ちょっと待って。え、どうなってる僕ね、ちょっと、え、嘘、何、あ、え、え、え、あ、ダイヤモンドは、ダイヤモンドはなくなったね、あの上に掘ってたら埋まって死んじゃったね、帰れなくなってね、あれ入り口どこだっけと思って、じゃあ上に掘ってこなと思ったら死んじゃった。お、これはちょっと真偽か真偽がダイヤモンドない、現物がないわけで、ダイヤモンドもないじゃん、あの一輪刀までなくなった。これちょ、え、僕の一輪刀場所わかんない、もうどこだか。え、真偽か、え、審議が、これはやばい、ちょっとどうしよう、また全部全ロスしちゃう、これちょっとこれはこれちょっといかがなものかと、ダイダラさんと土の子さんのサドンデスの可能性もありますよこれまた僕ちょっと大変なことになってるけど、今ちょっと外夜でもう鬼にやられる、またこれはこれはどうすべきですかね。どうしようね。どうすべきですかね。視聴者の皆様もこれはこれは次回にするかい。どうするかは誰か取って何を僕のいやもうわからんて、わからんよ場所、わからんて、自分が行ったルートから探して掘りに行きなさい。そうよ、土の子さん、5分前輝いてたんだけどな帰れないよ、あんなとこから。ラスト輝いてたんだけどな僕帰ったよ、もう一瞬だったよ、輝きって。土の子さんがあーって言ってる時も僕村帰ってたからね、一回言っとくけど。あ、村っていうか、もうちょ上に石やっても村に戻ってたからね、ほぼ。なんでそんな戻れるの、すぐに。俺ももう帰ってきたよあれ、これ土の子さんどうすんの、この空気今の試合ノー試合でだろ。いやいやいや、ノー試合は、今の試合ノー試合のマジ今の試合ノーカンだろ、まあ、じゃあ分かった、じゃあコメント欄で聞こう。いやちょっと待って、これダイダラさんの動画だから、ちょっと待って、有利じゃん、ダイダラさんの意見なあみんな、これはノーカンだよな待ってくれ、みんな待ってくれ。まあ、トライアングルさんがでもそのさ2位だったのに1位繰り上げてのもなんか面白くないからさ。いやいや、僕は2位でいい。1位か最下位でいい。それのサドン、1位か最下位を決めろってサドンですでいいよ。僕は別にそのまま2位でいい。別にもう僕は安全、僕は牢屋が嫌なだけだから1位になろうなんて思ってない、2位でいいんですめっちゃ必死じゃん絶対嫌だもん、あんた。土山さんがね、ダイヤモンド持って帰ってこれたら俺の負けでいいよ。お、あ、もうなるほど、その消える前にね。いや、消える前にって持ってこれるわけない。だって分かった、あげる、ないんだもん。アイテムあげる、アイテムあげる。
じゃあこれとやばいね、またなくしたどうしよう。はい、これあげるから、これでピッケルもあげるから、これでいいでしょ、これならいいでしょ。これちょっと鎧着て、鎧着て、着なきゃ意味ないよ。装備は装備しろよ、ちゃんと装備。あ、終わった。あ、え、お疲れ様です。あ、これはあかんわ。鬼化してみた。なんで鬼なってんの。じゃじゃ、あの矢幅に襲われたから鬼化すれば。本当だ、僕もやられた。鬼化すれば。いてぇ。これね、矢幅あれだ、近距離に行けば。よいしょ。近距離に行けば上に上げるのしてこない。へぇ。一直線の矢をやってくるようになる。あの、だからなるべく近づく、矢幅対策は。これか。よいしょよいしょ。急げ、つちのこさん、頑張れよ。ねえ、入り口どこだっけ、入り口。知らんよ。あ、え、なんの入り口。ダイダラさんの教えてもらった入り口どこだ。あ、それこれこれこれ、ここ、ここ、ある読み印ちゃんと。あ、これか。ついてここれ、あ、これ、あ、これ、これだ、これ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 、急いで、急いで、じゃあ、急いで、これ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 、あ、あるのでは、あるんじゃない、これ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 、お、もしかして、え、ってことは、でも、ここにね、え、ダメなの、わかんない、わかんない、まあ、まあ、行きましょう、行きましょう、今、掘ってるで、多分、俺たちもついていく、ついていっても、わかんねえんだ、これ、さすがに。行っちゃったみんな。ちょっとカメラも。でも僕また同じとこで埋まるんじゃないの。あ、ちょっと待って。何？あれ？今なんか見えなかった？見たことない。あ、ほらまたやられてない、なんか。あ、水が、水来てる、水来てる。待って。ちょっと待って、窒息する。待って、土の子さん。え、どうしたらいい。やばい、大丈夫。あ、やっぱりこれね、一回閉じる、閉じれば。またやられ。よし、オッケー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 。おい、やっぱりほら、何かに。いや、これだから砂なんだって。これね、土の子さん、砂が落ちてきてってこと。土の子さん、全ロスです。ありませんでした。お疲れ様でした。お疲れ様です。はい。つのこさん。ああ、なくなってた。ああ、せっかく取ったのに。元気出して。ということは。あ、この悲しそうな背中。つのこさん、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 こっち向いて、こっち向いて。つのこさん。装備開始。つのこさん。装備。うわ、服脱げ。服脱げ。装備返せ。服脱げ。一輪刀も返してやれ。おい、負け抜く。おい、服返せ。逃げるな。逃げるな。ああ。優しい言葉の後に。服返して。結果としては。うん、土の子さんが一番に見つけたけど、うん、持って帰ってくることができず、うん、まあそこら辺ルール決めれなかったからちょっと怪しいんだけど、これ三択コメント欄で聞く、やっぱり。いや、コメント欄で聞こう。結論として、はい、3パターンあるわけですね、はい、まず1個目が、あの土の子さんが見つけたから土の子さん1、トライアングルさん2 俺が3位っていうのが、ね、第1、うん、第1パターン、うん、で第2パターンが、あの土の子さんが失格で、うん、で、あのトライアングルさんだけ成功したので、僕と土の子さんの、うんうん、あの敗北者同士のサドンです。その場合2位でいいよ、1位と最下位決めていいよ。いや、そうなった場合、OKOK、うん、それが2パターン目、うん、で3パターン目は、まあ、せっかくだからもう一回全員でやり直し。それ一番僕最悪やんね。じゃあ みんな今のパターンどれがいいか、うん、ちょっと選んでてくれ。そうだね、土の子さん。でもこれ1位ってなってくれても全然喜べないなって
お、アピールです ね。フェンロスは痛いね。家に帰るまでが遠足だからね。本当だ。だ。帰れたことないよほとんど。探索行ってなんか見つけても帰れたら試しがないんだけど。俺腐った。ああちょっと待って。やだやだ。埋まる僕また死ぬ。